お、こいつは戦艦か。それも有名な艦艇ですね。ザ、ザオ君、しばらく見ない間にこんなに大きくなって。いや、ザオじゃねえよ。はい、というわけで今回はティア級日本プレミアム戦艦、武蔵に乗っていきます。ヤマト型は久々に乗るな。ボーズ自体も結構久々な気がしますけど。まあ、アメリカに航空機見に行ったりしてて忙しかったからね。敵国にわざわざ出向くなんて、非国民ね。はいはい、アリスおばあちゃん、日本はもう終戦したんだよ。今後は動画投稿ペースを戻していく予定だから、これからもよろしくね。さて、ちなみに今回の武蔵ですが、ランダム戦で使っていくのは初めてですね。性能としてはティア銃のヤマトと似たような感じだったよな。耐久や飛行の口径、配置なんかはヤマトと一緒になってるわ。ただ細かいところで言うと、武蔵の方が飛行精度が低く、また対空も低いわね。ティア級の戦艦になるよう、ちょこちょこ弱体化されてる感じですか。ただティア級トップの戦場では、唯一 46cm 砲を使える戦艦として、敵の巡洋艦、戦艦を震え上げるには十分なスペックを持った戦艦よ。ちょうど今回はティア級トップのマッチだな。武蔵の活躍に期待にゃん。さて、私たちは C 方面に展開している最中ですが、ちらほらと敵が見え始めてきましたね。お、いいところに天城がいるな。四方、撃てー。近くの長友同時に撃ったわね。戦艦武蔵のパッシブスキル発動。付近の日本戦艦と同時射撃で火力が2倍に。うん、そんなシステムはないからな。そろそろ着弾。4発命中、浮き3発が通常貫通ね。ダメージは1万3700だったわ。バイタルの1枚くらい抜けてよかったんだがな。でもティア級の戦艦で 20km 先の目標に4発当ててる時点で十分よ。まあ確かにそうだな。ソ連戦艦とかなら、1発も当たらないなんてこともありそうだぜ。おっと、祖国の悪口はそこまでだ。いや、お前の祖国はソ連じゃなくて日本だろ。あ、そうだった。C 方面の敵見えなくなっちまったな。 C に入った味方白露が煙幕に入ってますからね。お、天城また見えたな。次こそバイタルパート貫通狙いたいぜ。距離は 16km で角度もよし、貫通力的には十分ね。若干手前に点出してますね。6発命中、浮き3発が通常貫通で1万9000ダメージ。バイタル抜けなかったものの、大ダメージにゃん。精度はやっぱ高いな。で、ここからの進路ですが、目の前の味方白露が魚雷事故で沈んだので、敵魚雷を警戒するため、機関逆進、交代しましょう。アイマム。と、敵巡洋艦が狙えるな。あいつ名前なんて読むんだ？パンアジアのティア8巡洋艦、ウーコンというらしいわ。シャルル・マルテルをベースにしてるとかなんとか。パンアジア系の艦艇の名前、ぶっちゃけ読みにくいしよくわからないのが多いよな。まあヨーロッパ系とかも読みにくいけどね。で、飛行は1発貫通、4800ダメージね。艦立てられると複数ヒットはむずいよな。艦長、このまま更新する感じでいいですか？はい、隠した相手なら武蔵は十分硬いので、このままの姿勢で下がりましょう。左舷に被弾、2万6000近く持ってかれたわよ。む、敵ジェンバールがそこまで詰めてくるとは想定してませんでした。しかしそこまで前出たら、向こうもそうやすやすと逃げれないでしょう。本艦はこのまま更新しつつおもかじ、味方と共に敵ジェンバールに攻撃しましょう。アイマム。あ、修理班使うわね。そろそろ飛行旋回終わるから撃てー。3発命中、1万2000ダメージね。味方も砲撃してるようですし、このままなら逃すことなく沈められそうです。右から魚雷も来てたわね。危なかった。下手に突っ込んでたら集中砲火と魚雷でやられてたな。と、そろそろ装填終わるな。敵戦艦の四方、味方に向いてるし、四方破壊狙ってみるか。撃てー。3発命中、通常貫通は1発のみで3000ダメージ。四方も故障させたけど、多分直されたわ。完全破壊できればよかったんだがな。さすがに何発か叩き込まないとダメね。敵ジェンバールは四方が全部2機だけなので、もし1機壊せれば火力が半分になります。装填終わるが、次は普通にバイタル狙ってみるぜ。角度的に十分抜けそうよ。撃てー。2発命中、うち1発が通常貫通で6000ダメージね。手前にポシャったか。日本戦艦は接近戦の時、手前奥に散布しやすいからしょうがないにゃん。そしてあのジェンバールは味方の雷撃で瀕死になったわ。おそらくもう沈むので、本艦は前進に切り替え。味方と共に C の確保と、敵天城に攻撃していきましょう。アイマム、前進します。あの天城、壁ずりしてるのか。ロックのせいで若干狙いがずれるから、久しぶりにやると感覚でうまく狙えないんだよな。壁ずりしている艦艇は当たり判定2倍とかやってくれたら嬉しいんですけどね。カス当たり、1500ダメージね。しょぼい。敵天城と戦ってる2隻の味方艦、どっちも耐久低いですね。まだ C には隠れた敵がいると思うので、なるべく沈んでは欲しくないところですが。まあ沈むだろうな。
3発命中、8600ダメージ。天城も結構いいペースで削れてるな。これなら前線の味方艦、耐久1700のマインツも救えるかも。1700は無理だ。1発命中、2600ダメージ。捕獲耐久が減ってきたので、ダメージが通りにくくなってきましたね。それってもしかしてウォーゲーミング神への進行が足りないせいかも。ダメージの通りが悪く感じる、そんなあなたには特製水素水セットがおすすめ。セールスしようとするな。いいお小遣い稼ぎだと思ったのに。そんな話をしている間に味方が敵あまりを撃沈。ただこっちのマインツもやられたわね。マインツ。いやそんな叫ぶほどマインツに思い入れないだろ。さて、障害もなくなったので、さらに前進して C を占領しましょうか。アイマム。航空攻撃が鬱陶しいよね。対空弾幕薄いよ、何やってるの。ティアナナの長戸よりも対空低いらしいから諦めてよん。そんな対空低いのかよ。まあでも、エジンコートよりかは対空高いよ。比較対象として、対空火器一切乗せてない戦艦を出すなし。奥の長戸には1発命中、4800ダメージね。四方目標ですが、長戸より右舷にいるバジーを優先してください。了解だぜ。武蔵での近距離戦、ワクワクしますね。まあ見てる分にはそうかもしれないが、こいつ四方旋回めっちゃ遅いんだよな。だから正直なところ、少し戦いにくいぜ。と、撃てー。命中、うち3発がバイタル貫通で54000ダメージ。えぐ。今の砲撃で敵の耐久の7割をかっさらいましたね。さすがは46センチメートル砲弾。今まで1枚も抜けてなかったが、まさかここで一気に抜けるとは思わなかったぜ。次の砲撃で沈められると思うので、引き続き目標はバジーでお願いします。ああ、もちろんだぜ。ここで味方が敵バジーを撃沈。そしたら次狙うのは撃ってきてるウーコンだな。四方旋回頑張れー。ちなみに飛行旋回は、基本全力点打に追いつかないレベルね。結構遅いにゃんね。つかそれより、本艦の耐久大丈夫なのか？残り2万程度ですか。敵をこれ以上負荷を言わせず、取り火事で一度敵から離れるように動きましょう。お、向こうも点打しそうだな。点打読みで飛行叩き込むぜ。3発か貫通、4400ダメージね。微妙にゃんね。次撃つ前に島陰に隠れちまうな。そしたらこちらも一度体勢を整えましょう。完全に下がると追撃ができないので、ちょうどいい感じの位置に来ました。敵長戸が出てくると思われるので、引き続き取り火事をお願いします。アイマム。また接近戦だねー。ヤマト魂溢れる戦闘に、全米が涙を流すこと間違いなし。いやなんでアメリカ人が感動するんだよ。耐久自体は3万まで回復したから、まだ粘れるわ。そろそろ出てくるわよ。1番2番砲の旋回が間に合わない。精神注入棒を用意しろ。いや別に人力で回してるわけじゃないんだが。と、出てきやがったか。この角度はバイタル貫通は厳しそうだな。少し上あたりを狙って、命中数増やす感じでダメージ与えるか。7発命中、11000ダメージね。あと本艦後方にウーコンが現れたわ。げ、いつの間にそんな距離詰めてたんだよ。とりあえず一旦離脱しますね。このまま行けば長戸とは射線が切れそうにょん。てなんかロケット弾搭載してるにょん。こんな時に限って、対空低いのバレてるんでしょうね。1万近く持っていかれたわ。あ、後方から魚雷も来てます。避けれそうですか？いや、1本もらっちゃいますね。飛雷、8000ダメージ。水雷防御が厚くて助かったぜ。あのウーコンには、お返しに46cm 砲をくれてやるぜ。火貫通1発。1、2番砲撃てー。敵巡洋艦のバイタル貫通、撃沈ね。よし、これで C 方面で残るはあの長戸だけか。最後の修理班使うわね。問題はその長戸がどこに動いたか、ですが。敵長戸も結構耐久減ってたので、おそらく下がったものと思われます。ここで反転し、追撃する形を取りましょうか。アイマム。敵長戸を発見。え、下がったんじゃないんですか？私たちを仕留めるため、決死の覚悟で詰めてきたようね。執念深いにゃんね。とりあえず後部手法で対応するぜ。2発命中、5700ダメージ。もう瀕死だな。さすがにティアが2つも離れていれば、性能差は大きいよねー。撃てー。1発か貫通、右残ったわね。副砲頑張れー。味方が敵長戸を撃沈。これで C 側はクリアね。戦況はこちらのチームが大きく優勢ですので、残党狩りと行きましょうか。お、ちょうどいいところに空母がいるな。着弾観測機で、上から見てみるにょにょ。助かるぜ。偏差を予測して、ここだ。命中、敵空母撃沈。航空攻撃された鬱憤を晴らせてよかったにょん。
その後は壁釣りする長門を砲撃して、残る敵駆逐艦を追いかけて殲滅したところで、私たちの勝利となりました。そんなわけで今回の結果ね、飛行57発命中で、余ダメは18万超え。勲章はドレッドノートを下等。元のスコアは1900だったわ。トップティアだからスコアの伸びは微妙だが、46センチメートル砲で次々に敵を迎え撃てて楽しかったな。はい、というわけで、今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。